さて、今日の問題は何なのだ。これは一体、左の記号は無限和を表しているようだけど、右の記号は見たことがないのだ。ズンダモン、もう忘れちゃったの？メタ、今日は呼んでないのに。じゃあ一歩ずつ進めていきましょう。とりあえず有限の場合を考えることにして、この記号の意味はわかるかな。ただ四角へ行けは実数とするわね。それくらいは僕も知ってるのだ。ここでは K が1から N まで動いているから、 A1 から AN までを足すという意味だね。よくできました。それでこの π の大文字で書かれた記号だけど、これはシグマの掛け算バージョンね。シグマの掛け算バージョンということは、ここでも K が1から N まで動いているから、 A1 から AN までをかけるという意味かな。その通りよ。シグマより少しマイナーだけど、たまに使うから覚えておいてね。了解なのだ。さて、有限個の足し算と掛け算の場合について説明したので、次は無限個の場合を考えましょうか。まず直感的な説明だけど、この記号は無限和を表しているわ。ふむふむ、なるほど。 N が1から無限大まで動いている。つまり A1 プラス A2 プラス A3 プラス…という風に足し算が無限に続くってことだね。そういうことになるわね。それじゃあこっちの式はどうかな。この記号はシグマの掛け算バージョンだから、 A1、A2、A3…という風に掛け算が無限に続くってこと？いい感じね。でも掛け算が無限に続くって一体どういうことだろう。確かにそのあたりはちゃんと定義しておく必要がありそうね。今のは直感的な説明だったけど、次は厳密な定義をしましょう。まず無限和とは、 N 番目までの部分和を取って N を無限大に飛ばしたものと定義されるわ。おお、なるほど。確かにこれなら極限を使って無限和がちゃんと定義できてるのだ。次に無限積とは、もうわかったのだ。無限積とは N 番目までの部分積を取って N を無限大に飛ばしたものと定義されるね。言われちゃった。まあこれで極限を使って無限積が定義できたわね。ただし議論を簡単にするため、今回は各 AK は0でないものとし、またこの極限が0に収束する例は除いて考えましょう。理由がよくわからないけど承知したのだ。さて、 AN を正の数とすると、実は無限和と無限積の間にはこのような関係があるわ。ただしログはひとまず自然対数とし、またこの記号は左の式の収束性と右の式の収束性は同値であるという意味で、この動画内で使う簡易的な書き方なので注意してね。ふむふむ、つまり無限和が収束するならば無限積も収束するし、逆に無限積が収束するならば無限和も収束するってことだね。そういうことになるわね。ズンダモン、これ証明できるかな。やってやるのだ。まずはここのログが怪しいね。ログといえば積を和に変える性質があるけど、でも無限積に対してログって考えてもいいのかな。確かにそこは慎重に考えないといけないところね。とりあえず部分的な積のログを取ってみたらどうかな。そうさせていただくのだ。では N 番目までの部分積を考えて、これにログを適用するとログは積を和に変えるからこのようになるね。この両辺において N を無限大に飛ばした時、ここの積が収束すると仮定するとこっちの式も収束する。つまり問題における無限積が収束するならば無限和も収束するということになるのだ。ちなみにこの無限積の収束先として0は除いているので、 N を無限大に飛ばしてもログの中身は0にならないことがわかるわね。確かにログゼロは定義されていないからね。あとは同様に無限和が収束するときは無限積も収束する。これで証明終了かな。まあそれで大体良さそうだけど、ちゃんとやるなら両辺のエクスプを取るのがいいわ。ちなみにエクスプ X は E の X 乗という意味ね。すると左辺はただの部分積になって右辺はこのようになる。したがって N を無限大に飛ばしたときに右辺の部分和が収束するならば、左辺の部分積もちゃんと収束することがわかるし、エクスプを取ってるのでこの値は明らかにゼロでないことから、無限積の収束先としてゼロは除かれていることもわかるわね。ああ、まあそれはちゃんとわかってたけどね。それにしても今日の問題は簡単だったのだ。気をつけて、何か来るわ。なんだって？うわ、これは、これが今日の問題の真の姿ね。どういうこと？各 AN は0以上とすると、AN の無限和が収束するという条件と、
1プラス AN の無限積が収束するという条件が同値であることを示せばいいみたいよ。今度はログがどこにも出てきてない。なんだか不思議な主張なのだ。ところでこの気泡ってメタンが考えたやつじゃなかったっけ？細かいことは気にしないで。それにしても1プラス AN の無限積を考えるというのは不思議なのだ。この1はどこから来たんだろう？ここに1が出てくるのはそこまで不自然なことではないわ。え？どうして？ AN を足し合わせた無限和が収束するとき、 N を無限大に飛ばすと AN は0に収束するんだったわね。そういえばそんなのあったね。マー括弧を足していくとある値に近づくということは、項を足した時の影響が徐々に小さくなっていくはず。つまり足していく値は0に近づく必要がある。これは直感的にも納得できる話なのだ。足し算の場合はそれで良さそうね。じゃあ AN をかけていった無限積が収束するとき、 N を無限大に飛ばすと AN は何に収束するかな？括弧をかけていくとある値に近づくということは、項をかけた時の影響がだんだん小さくなるはず。となるとかけていく値は1に近づく必要があるのかな？正解よ。一応ちゃんと証明すると、 PN を N 番目までの部分積とし、 N を無限大に飛ばした時の PN の極限値を P とするわね。ただし P は0でないとしましょう。この時 AN は次のように表せる。まず A1 から AN までの部分積を考え、A1 から AN-1 までの部分積で割る。すると確かに AN だけが残るわね。そしてこれは PN 割る PN-1 と表せるので、 N を無限大に飛ばすとその極限値は P 割る P イコール1となる。したがって AN の無限積が収束するなら AN は1に収束するというわけね。なるほど。 AN の無限積が収束するとき、 AN が1に収束するということは、1プラス AN の無限積が収束するとき、 AN は0に収束するということになる。こうすれば無限和が収束するときと条件が揃うので考えやすくなるということなのかな？そういうことだと思うわ。というわけでこの1がどこから来たのかは分かったけど、2つの極限の収束性がどっちであることはどうやって示せばいいんだろう？ここは知らないと難しいところだけど、よくある考え方として、まずは極限でなく N 番目までの部分和と部分積を考えましょう。各 AK は0以上なので、これらは N を増やすと単調増加するわ。和の方は確かに単調増加になってそうだね。積の方も1以上の値をかけていくから単調増加になってるのか。ここで N を無限大に飛ばした時に収束するという条件と、上に誘拐、つまり一定の値を超えないという条件は同値となる。つまり減少することはなく、かつ一定の値を超えない場合、どこかには収束するってことかな？その理解で大丈夫よ。このことは厳密には実数の連続性と関係しているんだけど、まあ今は一旦置いときましょう。了解なのだ。さて、一方が収束するならもう一方も収束することを示す代わりに、一方が上に誘拐ならばもう一方も上に誘拐であることを示せばいいので、とりあえずこの不等式を証明しましょう。これが証明できれば、積が誘拐ならばも誘拐であることが示せるわね。こんな不等式見たことないのだ。まあとりあえずやってみよう。積の方を定義に従って書くとこういう感じになるね。あとはこれが和よりも大きいことを示せばいいんだけど、どうすればいいんだろう？わかったのだ。この積を展開するときをイメージすると、まず A1 を選んで、あとは1だけを選べば A1 が出てくるね。同じように A2 を選んで、あとは1だけを選べば A2 が出てくる。これを続けていくのだ。もちろん積を展開すれば他にもいろんな項が出てくるから、この不等号が成り立つ。特にすべて1を選んだ場合は1が出てくるから、この不等号の部分で等号は成立しないことがわかるね。素晴らしいわ、ずんだもん。これで積が誘拐ならば和も誘拐であることが示せた。楽勝だったのだ。それじゃあ逆向きは示せるかな？逆向き？次は逆に、和が誘拐ならば積が誘拐であることを示さないとね。いや、そう言われても今この不等式が成り立つことを証明しちゃったから逆向きは証明できないんじゃない？確かに難しそうではあるわね。あ、気をつけて、ヒントが来るわ。なんだって？これはどうやらこれがヒントのようね。一体どうやって使えばいいのだ？よく見て、ずんだもん。ここの部分って見覚えがないかな？あれ、そういえば
このヒントの式の1プラス x って積の中身と同じ形をしているね。ということは、もしこのヒントが正しいとすると、ヒントを適用してこういう不等式が成り立つのだ。すると確か指数法則を使えば積を和で表すことができるんだったね。これはつまり、和が上に有解ならば積も上に有解であることを示しているのだ。今日のズンダモンは冴えてるわね。でもこのヒントの式ってどうやって示せばいいんだろう。そこは私に任せて。これは E の X 乗のマクローリン展開の公式として知られているもので、 E の X 乗をある種の無限和で表しているわ。特に今回 X は0以上で考えているので、この無限和をこの部分で打ち切るとヒントの不等式が得られる。そうなんだ。とまあ、これだけ言われてもちょっと唐突な感じもするので、もう少し直感的に考えると、y イコール e の x 乗のグラフにおいて、この点における接線が y イコール1プラス x となり、この図からもわかるように常にこの不等式が成り立っている。おお、この不等式ってそういう意味だったんだね。まあこれなら確かに成り立ちそうな気がするのだ。厳密には2つの関数の差を評価することで証明できるけど、今回は省略するわね。さて、これで問題に出てきた同値性が証明できたことになるわ。無限和と無限積の間にこんな関係があったとはちょっと意外なのだ。収束性を考える上では使いやすい方を選べるということね。ちなみに今回は AN が0以上という仮定があったけど、ちょっと一般の場合の話をしましょうか。このような形の無限積において AN の部分をその絶対値に置き換えた無限積を考えましょう。そして元の無限積が絶対収束するとは、こっちの無限積が収束することと定義されるわ。ふむふむ、そうなんだ。なんか変わった定義だね。なんでこんなことを考えるの？よろしい、説明しましょう。今回証明した無限和と無限積の関係において、 AN が0以上という条件を外し、代わりに絶対値の記号をつけると、絶対値は0以上なのでこの関係が成り立つことは証明済みね。うむ、確かに。さて、絶対値を取った形の無限和が収束するとき、元の形の無限和も収束するのだった。思い出した、無限和において絶対収束は収束よりも強い条件だったね。その通りね。そして実は無限積においても同様に、絶対収束するならば通常の意味で収束することが知られているわ。へえ、そうなんだ。それなら無限積の絶対収束を考えることも自然に感じられるのだ。ただし注意点として、ここの無限和と無限積の間には収束に関する同値性はない。 AN が0以上という条件がなければ、一方の収束性はもう一方の収束性の必要条件でも十分条件でもないということが知られているわ。それはちょっと残念な気もするけど、逆に絶対収束という概念がますます重要に感じられる気がするのだ。今回は一般論を扱ったけど、無限積の例は今後問題として出題されるかもしれないわね。ワクワクしてきたのだ。それでは皆さん、ごきげんよう。ではまた。